どうも皆さん、ガンプラ作ってますか？ガンダム大好きガキオでございます。さあ今回はガンプラレビュー動画、機動戦士ビクトリーガンダムよりハイグレード144分の1 V2 ガンダムをレビューしていきたいと思います。こちらの V2 ガンダムは2014年発売となっておりまして、オールガンダムプロジェクトの一環でキット化されたガンダムです。まあ結構前なんで、すでに箱は捨ててしまいました。この後に発売された V2 アサルトバスターガンダムのキットでもこの V2 ガンダムは再現できるんですけれども、ビームサーベルとかビームシールドがついてこないので、しっかりとした V2 ガンダムを再現したい場合はこちらのキットが推奨となります。さあそんなこちらの V2 ガンダム、最大パワーでレビューしていく。はい、それでは簡単にランナーチェックをしていきましょう。ランナーの枚数はそんなに多くはございません。まあもともと小型モビルスーツなんで、パーツ自体もコンパクトとなっております。なんでね、144分の1で出てくれるのはすんごい嬉しいんですけれども、ちょっとパーツがちっちゃいと目が痛くなってくるよね。はい、そんなわけで完成したのがこちら、機動戦士ビクトリーガンダムよりハイグレード144分の1 V2 ガンダムです。このヒロイックな見た目がたまらん。いや、やっぱり V2 かっこいいっすね。色分けも素晴らしいっすね。ほぼほぼ言うことはございません。とてもバランスは取れておりますが、若干ね、合わせ目は目立つところはあります。例えばこの肩の部分だったり、あと足のこの辺っすね。こういったところは合わせ目は目立ってしまいます。ではではリアビューを見てみましょう。いやー、かっこいい。ミノフスキードライブユニットはしっかりと再現されております。ちゃんとここは開閉いたしまして、中のこの部分はシールで再現されております。よく言えば光の翼のエフェクトパーツは欲しかったっすよね。それでは可動を見ていきましょう。ではまず頭部です。ちょっと見てくださいよ、この頭部造形完璧じゃないですか。細かいところまでしっかりとモールドが再現されている。可動に関しても文句なしです。結構上まで見上げることできますね。続いて腕部です。腕部はそこそこ優秀よ。接続はボールタイプジョイントになっておりまして、ここが結構動くんすよ。なので肩は結構こう上がります。これは素晴らしい。肘はもうちょっといけるかなって思いましたけれども、この角度が限界かな。赤いビームシールドの部分はしっかりと前に出すことができます。ただこのパーツがちょっとガキ用のは緩かった。皆さんどうですかね。これは個体差はあるかもしれません。でね、腕部自体をかなり前の方に引き出すこともできますので、いろんなポージングができそうですよ。あと若干手首のこの部分も動きますので、角度をつけることができます。続いてボディです。ボディはちょっと干渉があるので、腰の部分1回転は回らないっすね。まあボールタイプなんで、ちょっと引き上げれば回らなくはないんですけれども、ちょっと干渉はあります。まあそのボールジョイントの恩恵でちょっと角度はつけれるんですけれども、やっぱりね、動かしすぎるとポロリしちゃう。続いて脚部です。脚部も特に気になるところはございませんでした。オールガンダムプロジェクトはこの股関節はほぼ共通ですからね。ももの部分はしっかりと回転いたしますし、足自体はこの辺まで上がります。膝もこの角度まで曲がってくれますね。いいんじゃないでしょうか。足首周りも程よく動きますな。で、足裏の肉抜きはこんな感じ。あ、でも構造上また割りまではいかない感じっすね。ほんでバックパック、ミノフスキードライブユニットを見ていきましょう。まずウィングは結構外側まで開くことができます。ほんでここはしっかりと開閉いたしまして、で接続部がボールタイプジョイントなので、上下にも可動いたします。しかしながらね、ここねポリキャップってわけではないので、ガキ用のは結構硬かったんすよ。なんであんまり動かしすぎるとバケーっていっちゃうかもしれない。はい、そんな V2 ガンダム、とてもバランスのいい仕上がりとなっております。特にハンガーとかブーツとかが分離変形ができるわけではないんですが、単体としての出来栄えは抜群なのかなと思います。それでは武装周りを見ていきましょう。まずこちら、ビームライフルが付属します。 V2 のビームライフルは V1 と違ってまたデザインが変わってていいですよね。こちらにもシールは使われております。で、外付けのグレネードパーツも付属しておりまして、これはここに接続することが可能です。ほんでこちら、ビームサーベルは2本付属します。クリアパーツは V1 と一緒ですね。ただ V1 の時もそうだったんですけれども、若干この接続部分が緩かったりするので気をつけましょう。で、さらにこの扇形のビームの刃も付属いたします。ほんでこちら、ビームシールド、これも特に V1 と変わりはございません。ほんでおまけ程度にコアファイターも付属します。これは嬉しいね。結構単純な構造となっておりまして、特にねこの部分から頭部が出てきて、バルカンを展開することとかはできないんですけれども、まあオリファー機として飾っていいんじゃないですかね。これで地球には行かせんといったごっこができますね。はい、ビームライフルを構えさせるとこんな感じですね。しっかりとライフルを保持させることができます。ライフルは全然いいんですけれども、問題はこのねビームシールド、個体差あるのかな。ガキ用のはね、この赤いパーツがかなり緩かったです。シールドを装備させるときは気をつけましょう。はい、ビームサーベルもしっかりと構えさせることができます。まあ小型モビルスーツなんで、サーベルの長さもこれぐらいでちょうどいいのかもしれないですね。
あ、でも長い刃があれば、すさんだ心に武器は危険なんですごっこはできるんですが、今回はこれできないですね。はい、そんな V2 ガンダム、さすがはオールガンダムプロジェクト。色分けとプロポーションが抜群にいいです。武装もコアファイターもしっかりと付属しますので、かなりプレイバリューは高いキットなのかなと思います。はい、そんなわけで今回はガンプラレビュー動画、機動戦士ビクトリーガンダムよりハイグレード144分の1 V2 ガンダムのパチ組レビューをお届けしてまいりました。こちらの V2 ガンダム、コンパクトながらしっかりと再現されておりました。まずプロポーションが申し分なかったっすね。色分けもしっかりしておりますし、可動も十分にあります。ハンガーやブーツの変形合体機構は兼ね備えてはおりませんが、こちら単体としてとてもバランスよく仕上がっております。まあ合わせ目が若干目立つ場所があるのと、ビームシールドの部分がね、どうにもやっぱり緩い。これは個体差なのか何なのか。でもその他に関しては144分の1ハイグレードにしてはもうバッチリなんじゃないですかね。これ以上求めるのであれば MG っすね。でも個人的にすごく好きなキットなので、これはね、RG でも出てほしい。そんなガキオでございます。今回は以上です。また次回の動画もご覧ください。ガキオでした。